フレセントはアメリカ合衆国のサザン鉄道がニューヨーク州ニューヨークとルイジアナ州ニューオーリンズを結んで運行していた列車で現在もアムトラックにより運行されている長距離列車であるニューヨークワシントン DC 今はペンシルバニア鉄道が運行した1950年代初頭に車両が流線型化され1954年からは サンセットリミテッドを開始、カリフォルニア州ロサンゼルスに直通する信頼者が連結された。同区間には座席車を中心としたサザナーも運行された。1971年の全米鉄道両角輸送公社アムトラックの発足に際し、クレセントはサザン鉄道が引き続き運行したが、1979年からはアムトラックが運行を継承。 現在は毎日運行されている。ニューヨーク、ニューアーク、トレントン、フィラデルフィア、ウィルミントン、ボルティモア、ワシントン、アレクサンドリア、マナサス、マイナスカルペパー、シャーロッツビル、リンチバーグ、ダンビル、グリーンズボロ、ハイポイント、ソールズベリー、シャーロット。ガストニア、スパータンバーグ、グリーンビル、クレムソン、トコア、ゲインズビル、ピーチツリー、アニストン、バーミングハム、タスカルーサー、メリディアン、ローレル、ハッティズバーグ、ピカユーン。 スライデルニューオーリンズ、ありがとうございます。